スペイン内戦、スペイン内戦、内戦、スペイン語、ゲラシビルエスポニョーラ、英語、スパニッシュシビル王は、1936年から1939年まで、第2共和世紀のスペインで発生した内戦。マヌエル・アサーニャ率いる左派の人民戦線政府、共和派と、フランシスコ・フランコを中心とした右派の反乱軍、ナショナリストパトが争った。 反ファシズム陣営である人民戦線をソビエト連邦、メキシコが支援し、欧米市民知識人らも数多く義勇軍として参戦。フランコをファシズム陣営のドイツ、イタリア、ポルトガル、日本が支持、直接参戦するなどした。スペイン内戦は、スペイン陸軍の将軍グループが、スペイン第二共和国政府に対してクーデターを起こしたことにより始まったスペイン国内の 構想だった。内戦は1936年7月17日から1939年4月1日まで続き、スペイン国土を荒廃させ、共和国政府を打倒した反乱軍側の勝利で終結し、フランシスコ・フランコに率いられた独裁政治を樹立した。フランコ政権の政党ファランヘ党は、自らの影響力を拡大し、フランコ政権下で完全なファシスト体制への転換を、 目指した。内戦中、政府側の共和国派、レプブリカーノスの人民戦線軍は、ソビエト連邦とメキシコの支援を得、西欧諸国の個人から多くの義勇兵を得た一方、反乱軍側である民族独立主義派、ナシオナースの国民戦線軍は、隣国ポルトガルの支援だけでなく、イタリアとドイツ、日本からも支援を得た。この戦争は、 第二次世界大戦前夜の国際関係の緊張を高めた。この戦争では特に戦車及び空からの爆撃がヨーロッパの戦場で主要な役割を果たし注目された。戦場マスコミ報道の出現は空前のレベルで人々の注目を集めた小説家のアーネスト・ヘミングウェイ、ジョージ・オーエル、写真家、ロバート・キャパラが関わった。そのため、この戦争は 激しい感情的対立と政治的分裂を引き起こし、双方の側の犯した虐殺行為が知れ渡り有名にな。他の内戦の場合と同様にこのスペイン内戦でも、家族内、隣近所、友達同士が敵味方に分かれた。共和国派は、新しい反宗教な共産主義体制を支持し、反乱軍側の民族独立主義派は、特定複数民族。 グループと古来のカトリック・キリスト教、全体主義体制を支持し、分かれて争った。戦闘員以外にも多数の市民が、政治的、宗教的立場の違いのために双方から殺害され、さらに1939年に戦争が終結した時、敗北した共和国派は勝利した民族独立派によって迫害された。砲役については、スペイン内乱。 スペイン市民戦争とも表記され、特に近年は、後者が用いられることも多い。第一次世界大戦後のスペインでは、ウーハとサハの対立が先鋭化していた上に、カタルーニャやバスクなどの地方自立の動きも加わり、政治的混乱が続いていた。そのため、一時は、プリモデリベーラによる軍事独裁政権も成立した。1931年にが選挙で勝利し、 王政から共和政へと移行、スペイン革命しスペイン内に共和政が成立するが、1933年の総選挙では、右派が勝利して政権を奪回するなど、左派と右派の対立は続いた。左右両勢力とも内部の統一が図れなかったため、政治的膠着状態が続いていたが、1935年にコミンテルン第7回大会で人民戦線戦術が採択されると、 左派勢力の結束が、マリ、1936年の総選挙で、従来あらゆる政府に反対する立場から危険を呼びかけていた、無政府主義者たちが自主投票に転換した。その結果、再び左派が勝利し、マヌエル・アサーニャ、左翼共和党を、大統領、サンティアゴ・カサーレス・キローマを首相とする、人民戦線政府が成立した。しかし、 人民戦線を大きく分けて、議会制民主主義を思考する恩恵派と、社会主義、無政府主義革命を思考する強硬派が存在し、当初は決して一枚岩ではなかった。7月12日、共和派軍人として有名であった、突撃警備隊が4人のファランジストによって暗殺される事件が発生。グアルディアシビル隊員、フェルナンド・コンデスを暗殺た。 キローガ政権は暗殺に避難声明を出し、アサーニャ大統領をはじめとする政権内の恩恵派は暗殺が反乱の引き金になると憂慮したが、ソテーロ暗殺により、もはや反乱を起こさない方が、起こす方よりも危険であるとの認識が広まり、その危機感をバネに兼ねてから反乱を準備していた右派は、急速に結束した。一方、人民戦線内の社労党左派や共産党などは、 民兵の動員に走り、労働者への武器供与を要求した。また、ストライキの頻発や地方議会の打倒など、革命ムードを高めていった。7月17日、エミリオ・モラビダルを首謀者として、植民地モロッコのメリージャで反乱が起こった。要注意人物として、カナリア諸島に左遷されていたフランコなどがこれに交応し、フランコは植民地モロッコを拠点に、 スペイン本土に攻め上った。反乱が起こると、赤色テロの脅威に直面した、カトリック教会、地主、資本家、軍部、外交官、グアルディアシビルなどの右派勢力はこれを支持して、スペイン全域を巻き込む内戦へと突入した。政権側に止まったのは、共和制支持者や左翼政党、労働者、バスクやカタルーニャ自治を求める勢力などであった。アニはをなだめるため、 キローが内閣を辞職させ、7月18日、公認に恩恵派である、共和統一党のディエゴ・マルティネス・バリオ内閣、左翼共和党が成立した。また、ヒラル内閣は労働者への武器供与要求を受け入れた。ただし、どちらの勢力も一枚岩ではなく、軍部などでも、主に地理的事情で、人民戦線側についたものも少なくなかった。フランコ一族も、兄は、 反乱軍に着いたが、弟と、いとこは、人民戦線側に着いた。軍部は、数の上では、真ぶ二つに割れたが、主力は、反乱軍側に着いたため、人民戦線側の軍事力は、当初から劣勢であった。当初の反乱指導者はモラであったが、トレドを陥落させるなど、反乱軍内部で性暴を高めたフランコが、9月29日反乱軍の、 総司令官権現所に選出され、指導者の地位についた。フランコは、ファシズム政権を樹立していたドイツと、イタリア王国から支援を受けた。モロッコのフランコ軍は、両国の輸送機協力によって、本土各地へ空輸されて、早期な軍事展開を果たした。隣国のポルトガルに成立していた、サラザールによる独裁政権も、フランコを助け大日本帝国も少量ながら、 フランコ軍に武器を援助したアイルランドも率いる義勇軍がフランコ側に参戦した。ドイツからは空軍のコンドル軍団と空軍の指揮下で行動する戦車部隊、数隻の艦艇、軍事顧問が派遣された。イタリアはフランコにとっては最大の援助国であり、4個手段からなるスペイン遠征軍と航空部隊、海軍部隊がスペインに派遣され、物資援助も含めると援助額は 当時の金額で14兆リラに達している。後にフランコ政権に対して7兆リラの支払いが求められたが踏み倒されている。ポルトガルは最大で2万人規模の軍隊を派遣していた。当時ファシズムに対して融和政策を取っていたイギリスは内戦が世界大戦を誘発することを恐れて中立を選んだ。隣国フランスではレオン・ブルムを首相として 人民戦線内閣が成立し、当初は空軍を中心とした支援を行ったが、閣内不一致で政権は崩壊し、結局はイギリスと同様に中立政策に転換した。そのため人民戦線政府は国家レベルではソビエト連邦とメキシコからしか援助を受けられなかった。ソ連の軍事援助は莫大だったが優勝であり、 メキシコからの軍事的な援助は全体から見ればごわずかであった。しかし国際旅団に各国から義勇兵が駆けつけたことは反ファシズムの結束を象徴的に示すことにはなった。またフランコの反乱と時を同じくして工場労働者や農民などによる革命が勃発し地方の実権を握ったとバーネット・ボロテンは指摘している。この革命は 主に無政府主義者や、シャロー党左派の支持者によって起こったが、ボロテンによれば、人民戦線路線を取るソ連にとってこの革命は、不都合なものだったので、実態を隠蔽して、社会主義革命ではなく、ブルジョワ民主主義革命の段階であると主張したという。また、人民戦線政府にとっても、革命は、英仏の心象を害しかねないため、やはり言及を避けた。 内戦の初期においては、人民戦線側は、バスク、カタルーニャ、バレンシア、マドリード、ラマンチャ、アンダルシアなど、国土の大半、どちらかというと地中海よりの国土の東半分を確保したに対して、反乱軍側は、ガリシアとレオン、反乱軍を支援するポルトガルと国境を接する、西側の地域を確保していたに過ぎなかった。反乱軍は当初は、首都のマドリード、 攻撃が激化すると政府はバレンシアへ移転、さらにバルセロナへ移転を陥落させようと図るが、人民戦線側も国際旅団などによって部隊が増強されており、市民の協力で残壕が掘られ、ソ連から支援武器が到着したこともあり、必死の抵抗を見せた。結局マドリードは内戦の最後まで人民戦線側に掌握され、続けた。このため、 内戦は長期化の様相を見せ始め、フランコ将軍は、イベリア半島北部の港湾地域、工業地帯制圧へと戦略を切り替えた。反乱軍は、当初からフランコが全権を握っていたわけではなかったが、フランコが、ドイツ・イタリアの支援を取り付けていたこと、反乱軍側の指導者であったモラの事故し、1937年6月、などがなって、権力の集中が進み、ファランヘ島、 創設者のホセ・アントニオ・プリモデリ・ベーラ公爵は、人民戦線側に捕らえられ処刑と他政党を統合、改組させてその党首に就任、他政党の活動を禁止させて、ファシズム体制を固めた。反乱軍の北部制圧は、確実に進められ、1937年春には、北部のバスク地方が、他の人民戦線側地域から分断されて孤立し、ビルバを、6月、 サンタンデール、8月、基本、10月など使用都市が陥落して、アストリアスからバスクは完全に反乱軍に占領された。その間の4月26日には、バスク地方のゲルニカがドイツから送り込まれた、キリュー軍航空部隊、コンル軍団の呪52輪送機を改造した、爆撃系を主体とした24機による空襲、ゲルニカ爆撃を受けた。これは前線に通じる鉄道、 道路など交通の要であった同士を破壊して共和国軍の補給を妨害する子が目的で巻き添えとなった市民に約300人の死傷者が出た共和国側は死傷2500人以上と被害を過大に発表当時は爆撃の真相は不明で人民戦線軍による焦土作戦というフランコ側の主張をかなり信じられていた これ以前から民間人に対する無差別爆撃は双方により行われており、バルセロナなどではより多数の死傷者が発生していたのだが、パブロ・ピカソの会がゲルニカの題材になったことで一躍有名になった。さらに、1938年に入ると南部ではアンダルシア地方の大部分がフランコ側に占領され、中央部でもエブロ・川南岸地域の制圧によって、 反乱軍はバレンシア地方北部で地中海沿岸にまで達した。これにより共和国側の勢力はカタルーニャとマドリード、ラマンチャで南北に分断されカタルーニャの孤立化が進んだ。当初ソ連から送られてきた戦闘機と爆撃機は反政府軍空軍はもちろん独位の空軍機をも性能面で圧倒しており戦場の制空権は政府側のものだった。 ソ連製の戦車、装甲車も、また、装甲種すべてで、反政府側の装甲戦闘車両を圧倒しており、マドリード攻防戦では、イタリア軍の戦車部隊を、一方的に壊滅させていい。しかしながら、共和国軍、反ファシズム側の足並みが揃わないことや、軍隊運営の不効率などで、十分に優位を生かしきれなかった。そもそも、労働者たちは軍を敵視していたから、 戦場でも、共和国軍に止まった軍人の進言に耳を、貸さなかった。一方、反乱軍は、軍隊組織の秩序を維持していたから、しばしば物量に勝る、共和国軍を破った。さらに、民兵たちは党派ごとに指揮系統もバラバラで、他党派の軍勢が負けると互いに喜ぶといった、ありさまだった。急進的労働組合であり、労働者自治、 アナルコサンディカリズム革命を施行する全国労働連合とイベリアアナーキスト連盟 CNT5 は反スターリンの立場を取る左翼政党マルクス主義一労働党プームと協力し統治下の地域で社会主義的な政策を導入しようとしたバルセロナでは労働者による工場等の接収も見られた初戦の敗退からようやく共和国軍も軍隊の再建に乗り出したが その過程で、スペイン共産党がソ連の援助もあって、共和国軍の主導権を握ることになる。当時スペイン銀行は、外貨準備用に金を保有しており、保有量は約710トンで当時世界3位と推定されていた。しかし、反乱軍の手に渡らないよう、適当な保管場所に移す必要があるという話が、もちがった。また、この金は、 英物の不干渉政策によって武器購入の信用取引ができなくなっていたため現金購入の資金として外貨調達を行うために使われた。そこで両方の目的のため共和国側が抑えていた唯一の海軍基地であるカルタヘナの洞窟に移された。当初はカルタヘナからフランス銀行へ金を輸送しそこで外貨を調達した。 輸送量は200トンに上ったが、輸送の遅れやフランス銀行からの資金、受け渡し認可に手間取ったため、武器調達ははかどらなかった。しかも、イギリスの銀行は、この取引を歓迎すべからざる目的とみなして、資金引き渡しの対応を行った。また、反乱軍は、資金の受け取りを、マルクス主義者一味との恐るべき、共同犯罪であり、略奪行為であり、 銀行基本法に定触すると懸念し、訴訟などちらつかせ各国の銀行を牽制した。こうした情勢から、新素派を中心に、ソ連への金位相が持ち上がり、ソ連も渡りに船とこれに応じた。しかし、アサーニャ大統領やネグリン首相への事前の相談は、なかったと言われている。ソ連に輸送された金は、約510.08トンに上り、当時の価値で5億ドルを超えた。 その多くは、金海ではなく各国の金貨だった。また、骨頭的価値のある金貨も少なからず存在した。共和国の支援国ソ連は、武器、人員を援助したが、それらの支援は優勝であり、また、金の一部でアメリカとチェコから自動車を調達して、スペインに送っている。戦後、プラウダは1957年4月5日号で、スペインは金を使い果たしたばかりか。 5000万ドルの借款がソ連に対して残っていると主張したが、ソ連側は取引の明細を公開しなかったため信用されおらず、ソ連が金を横領したという批判も受けている。現在では、ソ連から直接送り出された物資、各種兵器は4700万ルーブル分となっているが、これにはソ連が外国で調達した物資が含まれてらず、また、 輸送途中でフランコ側海軍に阻止された分が含まれていない可能性もある。いずれにせよ、共和国は資金を丸ごとソ連に差し出した形になり、ソ連に対してばかりか第三国の武器金融を解くための交渉能力も失った。また、人民戦線内閣の崩壊直前にも、おそらくはフランコ政権への当て付けのために金塊が運び出されている。これらの金塊に関しては、 フランコ政権とソ連が国交回復した折、返還について協議が持たれたようであるが、詳細は不明確である。さらにソ連は、いい加減内部構想に嫌気がさしたこともあって、人民戦線の指揮権を掌握することを目論み、軍事顧問などに偽装した NKVD が現地に派遣され、ソ連及びスペイン共産党の方針に反対する勢力を次々に逮捕。 処刑した。最大の援助国ソ連の移行によって内戦の進展とともに共産党は次第に勢力を拡大していった。アナキストの CNT ファイアトロツキストのプームはコミンテルンに同情しなかったためコミンテルンの統制下にあったスペイン共産党は彼らを批判し内部対立を深めた。さらにスペイン共産党側はマルクス主義統一労働党が フランコ側に内通しているとする証拠を偽造し、一気に潰そうとしたが失敗した。第四インターナショナルのスペイン支部は、スターリン主義共産党のみならず、マルクス主義統一労働党や、CNT ファイの日和意味主義をも批判したが、その勢力は数十名、しかもほとんどが外国人超えることはなく、革命に現実的な影響力を及ぼすことはできなかった。 1937年5月、バルセロナで、ついに共産党をはじめとする、人民戦線政府とアナキストトロツキストは衝突へと、至り、500名近くの死傷者を出す惨事となった。共産党側は反対派を暗殺で脅したが、相次ぐ内下馬に、内外の反発を買ったばかりか、地域政党とも、共同補調を取ることが困難であった。しかし、 イギリス、フランスなど他国が不介入政策を取り続けたため、ソ連に頼らざるを得ない状況だった。国際的情勢はさらにフランコに有利なものとなった。カトリック教会を擁護する姿勢を取ったことで、ローマ教会はフランコに好意的な姿勢を見せ、1938年6月にローマ教皇庁が同政権を容認し、実際にはこれ以前にもこの後も、 フランコ軍は平然と教会に対する砲爆撃を行っている。共和国側の残された願いは、第二次世界大戦が勃発して、ファシズム対反ファシズムの対立構図がヨーロッパ全体に広がり、国際的支援を取り付けることであったが、9月のミュンヘン会談でイギリス・フランスがファシズム勢力に対する融和政策を継続することが明白となり、この期待もくじかれた。 イギリス・フランスは、ファシズム勢力がソ連ら共産主義勢力と対立することを期待しており、ソ連の支援を受けた人民戦線に味方しても、ソ連という敵に使用を送ることになるか理か、世界大戦の引き金となると考えていたのである。1938年7月25日、共和派は南北に分断された支配地域を回復しようと、エブロ川周辺で大攻勢に出る。 内戦の天皇さんとなった、この戦いで、共和国軍は、約10万人を動員して、総力を結集したことにり、初戦は大きく前進したが、反乱軍が、得意の支援を含めた増援を送り込んだことによって、戦線は、こ着状態となり、やがて共和国軍は、ずるずると、後退、11月16日に、改装した。約3ヶ月続いた戦闘で、最終的に、 両軍ともに、甚大な打撃を受けたが、共和国軍は、反乱軍の約2倍の死者を出し、戦力を消耗し尽くしたことで、組織的戦闘は、実質的に終了。反乱軍の勝利が、決定的となった。1938年12月より、フランコは30万の軍勢で、カタルーニャを攻撃。翌1939年1月末に、州都バルセロナを陥落させた。 人民戦線を支持する多くの市民が冬のピレンレ山脈を越えてフランスに逃れた。2月末にはイギリスとフランスがフランコ政権を国家承認し、アサーニャは大統領を辞任、人民戦線政府はフランスに亡命した。フランコ側は3月に内戦の最終的勝利を目指してマドリードに進撃を開始、それに対して共和派は徹底抗戦を目指す。 共産党ともはや戦意を喪失したアナーキストの内紛が発生するなど4分5列の体に陥って和解した。3月27日にマドリードが陥落、3月31日にはスペイン全土が反乱軍に制圧され、4月1日にフランコによって内戦の終結と勝利が宣言された。多くの国際的社会主義組織をはじめとする反ファシズム運動が この戦争にあたって結束した。国際旅団が組織され、アーネスト・ヘミングウェイ。後に、フランス文章となったアンドレ・マルロードが参加。日本人では、ジャック・シライという人物が1937年7月に、ブルネテの戦いで戦死している。ただし、結成にはコミンテルンが深く関わっており、構成員は、知識人や学生20%、労働者80%で、 また全構成員の60から85%は共産党員だった。さらに、戦闘で消耗を重ねた結果、末期には国際旅団と言いながら兵士の大多数がスペイン人に置き換わっていた部隊もあったと言われる、美野正弘、スペイン戦争。戦争終結直前に国際旅団はイギリス外務省の外国兵力を双方とも、 同程度撤退させるとの提案に従い解散した。人民戦線にとって厳しい選挙区の中でのこの決断は国際旅団がもはや助けではなく重荷になっていたからだと考えられる。メキシコはラサロカルデナス大統領が共和派に対して資金援助を行ったりメキシコ軍で用いられていた旧式の航空機を共和派に供与したりするなど広報支援に当たった。 また、内戦終結後には、多くの共和派商兵の亡命を受け入れている。ラサロ自身は、社会主義者ではなく、中南米に多いポプリズム政治家であったが、共和派に理解を示していた。また、労働者を中心に、共和派に賛同する層も存在し、一部は、義勇兵となる者もいた。もっとも、メキシコ全体が共和派に賛同していたわけではなく、 伝統的保守層を中心にフランコ派の支持者もまた多数存在していた。アイルランドは反響を掲げるカトリック団体などから参戦の要請があったものの、当時のデバレラ首相はこれを誇示し、国家としてスペイン内戦に関わることがなかった。また、国民がスペイン内戦に関わることも禁じられた。しかし、民間においては、共和派、 フランコ派のいずれかに参戦する個人や団体が出現した。共和派においては、マイケル・オリオ団など、左派の元 IRA メンバーが、義勇軍として参戦している。フランコ派には、同じく IRA 出身で、元警察長官だったと彼の率いる、ファシズム団体、制服が緑色のシャツ体であったことから、グリーンシャツとあだ名されたが、800人前後の義勇兵を、 アイルランド旅団としてスペインに派遣している。彼らはスペイン内戦をアイルランドと同じカトリック信者の危機と捉えていた。しかし1936年に派兵された頃には選挙区がフランコ側に有利になっていたこと、フランコ側が要求する軍事能力に乏しかったこと、スペインの生活文化がアイルランドのそれと大きく異なっており、大たちが馴染めなかったことなどから、 軍事的な功績は得られないまま撤退した。また、これによって、同党も1937年に解散に追い込まれた。内戦に勝利した、フランコ側は人民戦線派の残党に対して激しい弾圧を加えた。軍事法廷は人民戦線派の約5万人に死刑判決を出し、その半数を実際に処刑した。特に自治権を求めて、 人民戦線側についたバスクとカタルーニャに対しては、バスク語、カタルーニャ語の公的な場での使用を禁じるなど、その自治の要求を圧殺した。そのため、人民戦線側の残党の中から、多くの国外亡命者が出たほか、ETA など、反政府テロ組織の結成を招いた。カタルーニャからは、冬のピルネーを越えて、フランスに逃れた亡命者が数多く出たが、その直後に、 第二次世界大戦が始まり、フランスがドイツによって占領されたため、彼らの運命は過酷であった。また、国家として人民戦線側を支援した数少ない国の一つで、あるメキシコは、ラサロカルデナス政権の下、知識人や技術者を中心に合計約1万人の亡命者を受け入れ、亡命者は知識階級中心だったので、彼らがメキシコで果たした文化的な役割は、 非常に大きいものがあった。例えば、メキシコ出版業界の元締めである、フォンド・デ・クルトゥーラ・エコノミカ社、亡命スペイン人たちによって設立された。第二次世界大戦後も、人民戦線派への弾圧は続いた。フランコの復讐で、後継者を予定されていたルイス・カレーロ・ブランコは、米ソの東西冷戦を見て、人民戦線の残党を弾圧しても、 共産主義の将来を恐れる西欧諸国は非難こそ、すれ、実行的な圧力を受けることはないから、気にせず弾圧すればいいと進言したという、後にブランコは ETA によって案された。共和国政府は、として、メキシコ、ついでパリにて存続。1975年のフランコの死後国王となったファ、フアンカルロス一世が、独裁政治を受け継がず、 1977年6月15日のスペイン国会総選挙で政治の主化路線が決定づけられるまでその綿脈を保った。同年6月21日、亡命政府は総選挙の結果を承認し、大統領が政府の解消を宣言。7月1日、フアン・カルロス一世はマドリードにて亡命政府元首相継のセレモニーを行い、 形式的に二つに分かれていたスペイン政府の統一が果たされた。内戦の双方の戦没者はマドリード州にある国立遺霊施設、戦没者の谷に埋葬されているが、フランコ時代に政治犯を動員して建設されたこと、モーニュメントなどが今でもフランコ時代の性格残していることから、スペイン国内では未だ施設の性格の見直しをめぐって議論の対象となっている。 この内戦に参加することによって、ナチスドイツは貴重な実践経験を得ることとなった。このことは、ベルサイユ条約下において様々な軍事的な制限を受けていたドイツにとっては絵が大強であり、第二次世界大戦初期の戦闘を優位に進めることにおいて大いに貢献した。関連カテゴリーマイナス。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。